優先してまいりました。観光列車集いが停車のタイミングでテープカットを行いたいと思います。私のどうぞという合図でテープにハサミを置いてください。それでは参ります。リニューアルされた観光列車の運転開始の出発を記念してのテープカットです。どうぞ。テープカットを行っていただきました皆様ありがとうございました。本日12月16日は本年度の走り列車集いの記念すべき最初の運行日。来ちゃった。一般客室は窓側を向いたカウンター式になっているんですね。なお1号車と3号車が客室で2号車が走りとバーカウンターになります。ただ1号車にはキッズスペースもあるわよ。キッズのためのスペースだから前面展望や後面展望を撮影しようとして独り占めしないように。キッズのための施設は他にもどん。3号車の先頭部には子供運転台なんてあったりして。バーカウンターで地酒3種飲み比べを購入。おちょこと小箱は持ち帰りできます。おつまみにチャーシューなんか買ってみたり。なお名前は伏せますがどこかで見たような投稿者様がすぐ後ろで並んでいたのにはクリビってんよ。場面変わって近鉄四日市、名古屋線から湯の山線に転線する様子をご覧いただきましょう。場所はちょっとあれですが。富士五番線に入線しましたね。出発式にもいましたが、小物町観光協会公式キャラクターコモシカでございます。ここらで足湯の順番が回ってきたので2号車に向かいましょう。乗車時に見ていた限り早く乗車したからといって早めの順番というわけでもないような。お客様、2号車バーカウンターの横までお越しください。カウンター前で100円を支払い、コマシカ印のタオルを受け取ります。しばらく待合スペースで待っていましょうね。なんか流れていたので一応差し替え。足湯は1の湯と2の湯がありまして、それぞれ最大4人ずつ入ることが可能です。入浴シーンはあまりにも絵面が汚いのでパス。それに他のお客も近いんですよね。しかし表情がちっとも変わらないわね。他のお客もいるから駆け足ですが、カウンターの様子をちょこっとだけ。ちなみにメニューは各号車の壁にもありますよ。あら、スーパードライなのね。マルエフがいいなぁ。まあ阪神じゃないからね。相互乗り入れはしているけど。とありましたが、集いに乗車するといろいろな特典がありまして、その中の一つに湯の山温泉割引手形がございます。左側の壁によく猿がいます。野生の猿いますので絶対に近づかないでくださいね。野生のブービーがいるそうなので気をつけましょう。話を戻すと、温泉手形は対象施設の日帰り入浴料が割引される優れもの。なお駅から歩いていける唯一の対象がアクアイグニスです。後から知りましたがバスもあったようです。
お楽しみください。あの、地元のサイダーです。サイダー、公平餅、タオルハンカチの、俳句があると思います。どうぞお楽しみください。駅で何やらもてなしていただけるようですね。でも10分後の列車で折り返すお客もいるんでしょうね。取り急ぎ本日の速報となります。4年ぶりに復活した足湯列車の初日の様子をお届けできました。実は冒頭のあれも全部撮影してしまいましたが、さすがに出せない。メーテレも来てたわよ。まあいいか。さて、年末年始に向けていろいろと企んではおりますが、時間がない。年始にもやらかすからお金もない。まあコミュニティで何かしらお知らせするかもしれません。それはそうと、今回は急な試みで申し訳ありませんでした。自分しかいなかったりして、まあこれからも呆れずにお付き合いいただければと。それではまた、ご視聴ありがとうございました。